チャンドラグプタは古代インドのマガダ国に栄えたマウリア朝の初代王。ギリシア人の資料にはサンドロクプトス、またはサンドロコットスとして記録されている。チャンドラグプタの出自については明らかではない。バラモン教系の文献ではシュードラの出身であるとされ、仏教系の文献ではクシャトリアの出身であるとされている。これはマウリア朝が仏教という、 当時のインド世界においては、非正統派に属した宗教を保護したために、バラモン教の抗議者たちがその王を軽視したことによると言われるが、正確なところはわからない。当時マガダ国では、南ンダ朝の急進的な政策のために、身分秩序が乱れており、チャンドラグプタが台頭したのはそういった状況下においてであった。なお、古代ギリシアのプルタルコスは、 チャンドラグプタは拒兵以前の青年時代にインド北西部へ侵入したアレクサンドロス大王の元に出向き、インド東部への道案内を申し出たという逸話を伝えているが、確証はない。紀元前4世紀末に北西インド地方でナンダ朝に反旗を翻して拒兵した。ナンダ朝の王ダナナンダはバッサダーラ将軍を派遣して鎮圧に向かわせたが、チャンドラグプタはこれを撃破し、 首都パータリプトラを占領するとダナナンダを殺害して、ナンダアサを滅ぼし、新たにマウリア朝を創建した。この挙兵には、思想家カウティリアが深く関与したと言われている。紀元前317年から316年頃、アレクサンドロス大王が、シンドの大主に任命した北部大主大公、エウダモスタクシレスと南部大主ペイトンの軍勢を、インド北西部から放逐した。 紀元前305年頃、アレクサンドロス大王の衣将の一人で、セレウコス朝の創始者、セレウコス一世が、インダス川を越えて、北西インドに侵入したが、チャンドラグプタは60万とも言われた、軍事力を背景に、セレウコス一世を圧倒し、優位な協定を結ぶことになった。チャンドラグプタは、 セレウコス一世との協定において、インダス川の向こう側にあるアリア、アラコシア、ゲドロシア、パロパミソスの4州を新たに獲得し、セレウコス一世の娘を息子ビンデサーラの日に迎えた。引き換えとして、セレウコス一世に戦像500頭を与え、西方でディアドコイ戦争を戦っていた彼の戦力充実を援助した。こうしてチャンドラグプタは、 ガンジス川流域とインダス川流域、さらに中央インドの一部を含む、インド市上空前の巨大帝国を形成した。死後、息子のビンデサーラが王位を継いだ。ジャイナ教系の記録によれば、チャンドラグプタは晩年ジャイナ教を熱く信仰し、退位して出家し、ジャイナ教の聖人バドラバーフの弟子となり、出家後の名は、プラバーカンドラとした。 バドラバーフの下で苦悩に打ち込んだチャンドラグプタは、最後は絶食して餓死したとされている。この説話自体の史実性はともかく、チャンドラグプタが仏教系の文献で、しばしば無視されることや、ジャイナ教系の文献における重要し、同時代の碑文などから、チャンドラグプタがジャイナ教を信仰していたことは事実であると言われている。チャンドラグプタの支配は、 強権的であったと言われ、特に当時のギリシア人の資料は、チャンドラグプタは王位を得ると彼が異国人から解放した人々を自身の奴隷にしたと記録している。チャンドラグプタの宮殿は勝負の寄風で満ちており、側近中の側近であったカウティリアが、後世、インドのマキャベリと呼ばれるほどの冷徹な思想家であったことと合わせて、チャンドラグプタが、 当時恐ろしい王として見られていた可能性は高い。暗殺を恐れて毎晩真珠を変えていたという逸話がメガステネスによって残されており、他国でもいわゆる恐怖政治を行った王が示す他者への疑心暗鬼を伺わせるものである。ありがとうございます。